いやー、久保さん。まあ、お笑いっすね。<laughs> もはや。<laughs> 自分を否定した企業が自分の動画に広告を入れてくるっていう <laughs>。なかなかファンキーですね。<laughs> はい。まあ、ということで、ん、未来は誰にもわからないっていうテーマにしましょうか。未来は誰にもわからない。多くの人は未来がこうなるっていうのがわからないと行動できないんですよ。だけど、 あの未来なんか誰も予測できないですノ。ノストラダムスですら外しましたし。ね。じゃあコロナがこれだけ行くのって誰が予想しました誰も予想できないですよ。何があるかわかんないですよ。シャープがマスク作るなんて誰が予想できました誰も経済評論家誰も予想できないですね。シャープがマスク売ってね、あのー、爆練しますみたいな。<laughs> ね。誰も予想できないですよ。だから予想より、 今日の真実を受け入れろってことですね。もう一度ますねあのよ。未来を予想するとかね、未来をあの夢見るとかね、分からない未来をなんか空想するとかね、それより今日の事実を受け入れろっていう。今日どうだったのかっていう。だから久保さんが差がついてますよっていう前々回の動画なかなんかありましたけど、もう7時間中にこう稼いでますかみたいな話ですよね。その事実どうなのって話ですよ。 うん、まあ、久保さんも僕も稼いでます。まあ、YouTube の広告、僕入ってるんで、一応ね、僕も。まあ、僕はどんな広告が入ってるか、自分であんま見ないんで、あれですけど。もう収益上がってますよ、多分。まあ、アナリティクスまだ出てないか。今日なんで。まあ、明日にはで出てると思いますけど、収益ゼロではないです。間違いなく。うん。だから、なんだろうな。あの、ネットで稼ぐんだったら、広告か通販しかないわけですよ。もうこれしかないです。 <laughs> そう。で、広告のありがたいところって、なんだろうなあの、商品売らなかったとしても、まあ、再生数回って、まあ、広告見られればね、まあ、チャリンって入るんで、それありがたいですよね。うん。だから僕が稼げてない日っていうのが、一日もないです、今は。稼げてない日っていうのは一日もないです、今。こんだけ YouTube アップしてますし、まあ、広告収入僕は少ないですけどね、全然。 あのでも、12月は広告単価上がってるので、4万ぐらいになったかな。うん。まあ、それでも、まあ、広告で飯は食えないんで、あの、もう、サーブのサーブのお小遣い程度に僕は思ってるんですけど。ただ、まあ、なんだ、あー夢見ることも大事だし、目標設定も大事かもしれないですけど、一番もっと大事なことがあるんだったら、今日の事実。 今日の現実を受け入れて、じゃあ今日の事実、どんな事実を、今日の事実、どんな事実をこう作っていくのかっていうとこですよね。うん。僕は今日の事実っていうのは、まあ去年と変わらず、今年も変わらず、来年も変わらず、どんな事実を作ってるのかっていうと、久保さんのやりとりをずっとやってるっていう話ですね。うん。そう。まあそれしかないですよね。それしかないというか、まあこれが、 あの、ネットで稼ぐ上で大事なことなんで。うん。まあ、久保さんも言ってましたし、僕自身もそうですけど、久保さんとのこのやり取りも2年ぐらいですかだいぶやってますけど、まあ、実際このやり取りからね、お金が生まれてるわけですよ。そっか宿も売れてるし、僕の商品も売れてるし、ね。僕のドリアカも売れてるし。うん、ただ、まあ、僕の場合は、久保さんと違って料金高いんで、そこまで久保さんほど爆練して売れないので、まあ、その、安い商品はね、あの、 なんだ売れてますけど。やっぱね、あのー、そうそう、久保さんに言ってなかったですけど、12月ドリアク80万ですか、80万でセールスして、5人ですかね。五人。なんで400万ですね。5人です。五 <laughs> 人。五 <laughs> 人。<laughs> いや、要は僕ね、ゼロだと思ったんで、あのまあ、5人入会して、ドリアクはね、入会していただいて、そう。まあ、厳密に言うと、分割で入ってるので、435ぐらいか。 文化層がちょっと高いんで。うん。一括はさすがにやっぱりいなかったですね。一括は <laughs>。うん。まあ、それでもまあ、あのー、入っていただいてるので、まあ、今度120万円になっても売りますけどね、僕は。だから、その、ね、料金が高いっていう場合は、総加塾安いですから。はい。ということで、事実、今日の事実、どんな事実を作っていますかということでございますね。いってらっしゃい。